こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の冬のセールアイテムは、この7点だけ買えばいいというテーマでお届けをしてみたいなというふうに思っています。ちなみに、今回の動画なんですが、2023年に入って初めて撮影するものなんですね。今ですね、街に出ていろんなショップを回ってみても、やっぱりですね、セールのアイテムが多いわけなんですね。 あまりにたくさん安くなっているものがあるのでその中からどれを選べばいいのかわからないという方非常に多いかなと思いますので今回はプロの視点で今すぐ使える冬服ですねこの中から7点のおすすめアイテムを皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています、まあ、今回ご紹介するアイテムなんですがもちろんトレンド感もありつつこれから先ですね来年再来年も使えるようなものが多いかなと思うんですねやっぱり一度買ったからにはその時だけではなくて複数年 使えることがすごく重要かなと思うのでそのたりを踏まえながら選んでみましたのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすく解説をしてますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということでここからはですね具体的にセール商品の中からおすすめのもの皆さんにご紹介したいなと思っているんですがまず1点目ですね アーバンリサーチのですねバルカラーコートスーパー120という商品ですねこちらは3万6300円が30%オフになってまして2万5410円ということでこれ楽天で購入するとさらにですねポイントがたまるのでかなりです、ね、お買い得になっているかなというふうに思っています、まあ、このようなロング丈のコートというのは冬場には欠かせないアイテムだと思うんですね、まあ、僕自身もこれまでに動画で何度もですねご紹介してきているんですがこのような ロング丈のコートって着こなしの主役になるので、まあ、安く買うのもいいんですができればですねちょっと奮発をして良いものを着るとやっぱりですね全身のバランスとして上品に見えますし素敵にも見えやすいかなと思うんですね、まあ、その点今回こちらのコートなんですがバルカラーコートいわゆるですねステンカラーコートのようなものすごくベーシックな形になっていまして、まあ、サイズ感としてはチェスターコートのようなタイトな感じではなくて少しゆったりと丸みのあるようなものになっているんですね まあこのようなものって今のトレンドにも非常に合ってますし大人の男性にも非常に似合いやすいんですねタイトなものよりは少しゆとりのあるものの方が自分の体型の丸みだとかお腹がちょっと出てきている方なんかも体型カバーもしやすいのでこれは使い勝手抜群にいいかなと思います以前似たような感じで GU のですねガンクラブチェックのコートをご紹介したかなと思うんですが あれのですね、上位互換バージョンがまさにこちらのコートかなと思います。価格も上がるんですが、まあコートとしてはこの価格は決して高くはないので、すごくお勧めしやすいかなと思います。まあカラー展開が豊富で色々とあるんですが、もう一択にしたいと思います。僕の中ではガンクラブ2ってやつですね。これが一押しですね。まだサイズのですね、 在庫もあります。SML ちゃんとありますので、これがいいですね。まあ、ステンカラーコート、バルカラーコートというのは、ワイドデザイン的にはベーシックなんですね。ここで単色だとすごくビジネスっぽく見えがちだったりするので、そこにちょっとトレンド感漂うような、 ガンクラブチェックですね。結構細かめのチェックなんですが、こういったものを加えるだけで、今っぽく見えるのと、人との違いが出るので、おしゃれに見えやすいというところ。で、僕自身もですね、GU でこのようなガンクラブチェックのコートを買ってみて、意外とですね、合わせしやすいし、いろんな着こなしにスッとハマりやすいんですよね。なので、写真で見たよりも全然使い勝手がいいので、これはかなりおすすめですね。もちろん現場でこれ実際に見てきて、僕自身も良さは実感してるので、自信を持って皆さんに にお勧めできるかなと思っています。こちらの写真のように、まあ、丸首のニットで合わせてもいいですしパーカーと合わせてもいいですし様々な着こなしにはまるアイテムなので、まあ、しっかりとしたコートを1着持っておくしかも定番的なブラックネイビーダークグレーのコートはすでに持っているという方はこのようなガンクラブチェックのバルカラーコートはですねめちゃくちゃ使い勝手がいいのでぜひ皆さんもですねチェックをしていただければなと思っています はい、続いて2点目のアイテムなんですがこちらはですね、バリスメルトンロードジャケットブルゾングリーンレベルの商品なんですが2万7500円だったものが40%オフの1万6500円ということでこれもかなりお買い得で皆さんにもお勧めしやすいアイテムなのかなと思っています。 すすごく便利なんですが、まあ、僕自身は結構丈がスッキリとしているようなコートアウターが好きでまさしくこちらのアウターに関してはロードジャケットということで少し着丈が短めなんですねお尻にギリギリ丈がかかるぐらいの長さになってましてコンパクトで動きやすいんですよ、まあ、僕自身も2児のパパでですね昨日まで1週間ぐらいお休みをいただいていましてそうなるとですね結構しゃがんだり抱っこしたりだとか、まあ、色々と動き回るのでロング丈のコートもいいんです でですすけども子供とといいる時にはちょっと着づらいんですねそんな時にはショーートだとかハーフ丈ぐらいのブルゾンがめちゃくちゃゃく便利なんですね僕もこの1週間そういったアウターばかり着ていたわけなんですがまさしくこのアイテムも竹の長さちょうどよくて使い勝手が抜群にいいかなと思うんですね、まあ、素材に関してはイタリアのバリスのですねファブリックを使っているんですがメルトン地でしっかりと厚みがありますですので冬場でも内側しっかりと着込めば十分に温かいアイテムかなと思う ので、まあ、着あるととすすごく便利かなと思います特にそんなにこう屋外に出ないような時ですね車での移動だとか電車での移動だとか、まあ、室内で過ごすことが多い場合にはロング丈よりはこれぐらいのショート丈のアウターが 一個あると今年だけじゃなくて来年以降も使えるかなと思うのでぜひ、まあ、お勧めしたいアイテムかなと思います、まあ、カラー展開は3つぐらいあるんですが個人的には一番オーソドックスなブラックですねこれが使い勝手いいんじゃないのかなと思いますこのアイテム自体は丈がショートということでロングに比べると少しカジュアルな印象になるので、まあ、なるべく色に関してはベーシックカラーですねブラックなんかを合わせてもらってあとは内側に着るニットに少し綺麗な色を使ってもらうだとかあとはボトムスの色 思い切ってオフホワイトだとかそういった明るいものを使ってもらったりすると意外とこのブラックのシンプルなアウターでも退屈な着こなしには見えないかなと思っています決して派手さのあるアイテムではないんですがこれぐらいの丈がそんなに長くないアウターでなおかつ冬にも対応しているものって探してもなかなか見つからないんですねしかも素材使いも含めて上質なのでこれは1着持っておいて損がないアイテムかなと思うのでぜひチェックをしていただきたいなと思っています はい、続いて3点目なんですがエディフィスのキルティングライナーオーバーサイズブルゾンですねこれは1万3200円だったものが30%オフで9240円ということで1万円を切ってきました これはですね結構僕のオンラインサロンだとかあとはメンバーシップチャンネルでもよくおすすめしていたアイテムですごく使い勝手がいいかなと思うんですね今年は結構ですねどこのショップですとかブランドを見てもキルティングジャケット取り扱いが増えたなという1年だったと思うんですね、まあ、その中でこちらのアイテムに関しては首元がすっきりなノーカラーになっていて重ね着もしやすいんですが1枚でもしっかりと様になるような雰囲気でかなり使い勝手がいいんじゃない ののかなと思いますす長、まあ、長さは少し長めですね先ほどのグリーンレベルのアウターと同じようにですねこれぐらいの竹缶のアウターというのはめちゃくちゃ便利僕もこの連休中はこのようなキルティングジャケットはめちゃくちゃ着て今年そんなに寒くなかったので意外とこれが一番外側に来ても全然いけちゃうという日も少なくないのかなと思っています内側に着るものは丸首のニットもしくは フード付きのパーカーですね。まあ、両方に対応してますので、使い勝手もいいですし、あとはそんなに厚みがあるわけではないので、この上にですね、バルカラーコート、先ほどご紹介したアーバンリサーチのですね、バルカラーコートを重ねてもらっても、非常にバランスがいいかなと思うので、これは1枚あると便利かなと思います。まあ、残念ながら、もう L はサイズがちょっとなくなっているんですが、S と M ですね、このあたりについてはまだあります。サイズ感はちょっとオーバーサイズに振ってあるので、M のサイズを選んでもちょっと大きい かかななとと思思うので、まあ、是非皆さんこちらはチェックをしていいいたただきたいアイテムかなと思います、まあ、個人的にはですね、このシルバーのボタンですね、このあたりのディティールも含めて、しっかりと作り込んであるあたりが着ていて満足度が高いかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、そのあたりも含めて確認をしていただければなと思っています。 はい、続いて4点目はですね、ナノユニバースの毛玉レスニットですね。これは13,200円のものが20%オフで1560円になっています。あんまり高い値下げ率ではないんですが、結構人気のシリーズになってまして、通常の価格でもサイズがなくなってしまうことも多いので、まあ、この価格で買えるのはなかなかお買い得感はあるんじゃないかなと思っています。ベースのデザインとしては丸組みのベーシックなニットになってるんですが、このようなニットというのは何枚あってもいいぐらい 使い勝手がいいんですね厚みに関してはそんなになくて薄手でハイゲージ目が細かいニットになってまして毛玉レスということで本当に毛玉になりづらいんですねそのあたりの使い勝手の良さ機能性も含めてナノユニバースの商品というのはすごく考えられているので人気アイテムというのもやはり頷けるところかなと思っていますでカラー展開が結構豊富で全部で6色あるんですが個人的には鮮やかなブルーですね この色味がなかなかいいかなと思ってまして暗くなりがちな冬の着こなしの中にパッと明るい雰囲気が漂うのでこのブルーをですね着てあげてその上にコートだとかもしくはセットアップの内側に着るのもすごくいいかなと思うんですねベーシックなネイビーのセットアップの内側にこのような鮮やかなブルーが入るとめちゃくちゃオシャレに見えるのでこのような薄いニットというのは様々な着こなしが想定できるかなと思います冬らしいですね厚手のニットもいいんですが どうしてもセットアップの内側とかには着づらいのでこのような薄手のものだと結構ロンティー感覚で様々な着こなしに使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますまだブルーに関しては XL 以外は全部在庫があります 他にはですね、トップグレーと呼ばれるような、グレーの中でも濃すぎず薄すぎずの色合い、これまた使い勝手がいいと思います。特にネイビーのセットアップ、ブラックのセットアップの内側に入れてあげるのもすごくいいですね。まあ、従来のこのような丸首のニットに比べると、少しサイズ感はゆとりを出して今っぽさも出ていますし、あとは襟周りのデザインも少し凝っていまして、 本当にベーシックなアイテムなんですが、小さな部分にこだわりが満載なので、1枚あるとめちゃくちゃ便利かなと思います。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて5点目のアイテムなんですが、ボトムスですね。 アーバンリサーチの UR テックフリースタックイージーパンツですねこれは12100円のものがですね30%オフで8470円になっていますこのアイテムは以前ですね僕の動画の中でも解説したものなので、まあ、30%オフというのはかなりお買い得でお勧めしやすいかなと思うんですねいわゆるこう段パンに近いようなアイテムになっていまして様々な物質から放出されている赤外線を吸収し蓄熱発熱する UR テック 使用した温かいパンツということで解説が書いてるわけなんですがまさにこれから冬の一番寒い時期になるかなと思うんですがそんな時こそこのような段パンが1本あると非常に便利かなと思いますこのように端から見る分にはセンタープレスが効いているきれいめなボトムスに見えるわけなんですが実際には段パンということで機能性の高いパンツというところこのあたりのバランスですねこれが絶妙ですごく使い勝手がいいかなと思うんですね 色合いもなかなか綺麗で、鉄板はブラック。これは間違いのないところかなと思うんですが、個人的にお勧めしたいのはチャコールなんですね。グレー系の色味ではあるんですが、まあ、チャコールグレーという色よりは少しこうミディアムグレーに近いような濃すぎない色合いになっていまして、グレーの中にもほんのりですね、グリーンが混ざったような、すごく曖昧な色味になってるんですね。 この辺りに品の良さが漂っていて、ブラックのアウターなんかに合わせても非常にバランスがいいと思います。先ほどのグリーンレーベルのですね、ショート丈のアウターがあったと思うんですね。あちらがブラックで、ボトムスに関してはこのようなグレー系を合わせてみて、内側には先ほどナノユニューバースでご紹介したようなロイヤルブルーに近いようなニットで、少しですね、華やかさを増してあげると、全身のコーディネートが整うのかなと思っています。で腰回りに関してはゴムになっていますので、イージー仕様なんですね。そういった点でもガバッと こことととがででききるのすすごく履きやすいというところその辺りも個人的には大好物なんですよねですので見た目の美しさと機能性を充実させたこの1本っていうのはセールの期間に買っておくのはすごく賢い選択なのかなと思うのでぜひチェックをしていただきたいなと思っていますはい続いて6点目はですねグローバルワークのハイスペックアーバンダウンですね 定価円円が 15, 円ということで20オフになっています、まあ、これまた高い値下げ率ではないんですがダウンというアイテムはまだまだこれから本番になるようなアイテムで結構ですねどのお店見てもそんなにセールにはなってないんですねですので今時期このようなダウンが20%オフで買えるのはすごくありがたいのかなと思っています、まあ、デザイン自体はいろんなブランドのダウンの中でも非常にベーシックで使いやすいような 真ん中のデザインになっているかなと思います表面の素材に関してはウールに見えるような上品な TR 素材を使っているんですね この辺りがダウンというですね、スポーティーでカジュアルなアイテムなんだけども、綺麗な要素が加わっていて、なおかつデザインも一切の無駄のないような雰囲気に仕上がっているので、まあ、数あるダウンの中でも非常にですね、大人におすすめの仕上がりになっているかなと思います。まあ、今後来週ぐらいにですね、ダウンの特集改めてしてみたいなと思っているんですが、まあ、そういったものと比べても、本当にこうベーシックで大人の男性が着るにはすごくふさわしいようなダウンになっているかなと思います。まあ、ユニククのダウンに比べても、表面の素材 この辺りのウール見えするというところは結構差別化できるポイントかなと思うので改めてダウンを新調したい方にはおすすめできるようなアイテムかなと思っています、まあ、竹の長さに関しては最近はちょっと長さのあるものも増えたんですがやはりど真ん中のこれぐらいの竹のスキッとした感じもですね好きだという方結構いらっしゃるかなと思うのでど真ん中のベーシック定番的なダウンを求めている方にはすごくおすすめなアイテムかなと思います、まあ、カラー展開いくつかあるんですが、まあ、ど真ん中のブラックですね この辺りがまずは間違いない選択かなと思いますしほんのり柔らかさを出したいのであればネイビーですねこの辺りもベーシックカラーで大人の男性には使いやすいかなと思うのでぜひチェックをしていただきたいなと思っていますはい続いてラスト7点目はですねシップスエニーの2トーンカシミアマフラーですねこれは1 1990円が定価なんですが30%オフで 8393円になっているのでかなりお買い得感があるかなと思います、まあ、まさしく今時期ですね首元ですねここを隠してあげるだけでだいぶ暖かいですしあとは顔周りに位置するマフラーですねここに一つ鮮やかなものが食うだけで結構着こなしのアクセントにもなるのでそういった2つの意味でもマフラーは ちゃんとしたものを買った方がいいかなと思うんですね。マフラーって安いものだと本当にですね、3000円とかそれぐらいの中でも買うことができるんですが、意外と目立つものなので、僕はちゃんとしたものを買った方がいいと思う方なんですね。まあ、その中でも、シップセーニーのやっているこちらのカシミヤマフラーですね。まあ、素材感は間違いなく良いものなので、肌触りもいいですし、質感も含めて非常にですね、大人の男性には似合いやすいようなものになっているかなと思っています。で単色の フラもも個人的には良いかなと思ううんですすがどうしててシンプルすぎて着こなしのアクセントになりづらいとこころががあるんですがこのような2トーンのものですね今こちらの画像に映しているのはネイビーのものなんですがこのように2色が使われているものに関してはすごくですね着こなしの中でちょっとしたアクセントになりやすいんですねこのネイビーに関しては大部分が深めのネイビーになっているんですねちょっとグレーの混ざったようなネイビーになっているんですがそちらの色とあとはライトブルーですねこの辺りのり色を2つ使って ているので着こなしの良いアクセントになるかなと思います。巻いた時にこの2色が混ざり合うのがすごく綺麗なので、ぜひ皆さんこのネイビー色なかなか綺麗なのでチェックをしていただきたいなと思います。もちろんオフのですねカジュアルの中にも入りますし、意外とですねオンのチェスターコートだとか綺麗めなコートですね、そういったところに取り入れてあげても決して派手になりすぎないので、様々なシーンで使いやすいマフラーとしてぜひ皆さんもですね上質なカシミヤのマフラーチェックをしていただきたいなと思っています っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では今すぐ使える冬セールのアイテムの中から大人の男性におすすめの7点をご紹介させていただきましたどのアイテムに関しても僕のチャンネルらしいベーシックとトレンドを程よくミックスしたものが多かったかなと思うので今年だけではなくて来年以降も使えるようなものが多いと思いますぜひ皆さんもこのチャンスにですね買い揃えていただくといいのかなと思いますそれぞれのアイテムの URL に関しては概要欄にリンクを貼ってありますのでそちらからチェックをしていただきたいな と思っています。まあ、セールに関してはすごく価格が安くなっていて魅力的ですしいろんな商品があって目移りがしがちなんですがその中から冷静に複数年使えるものを見定めることが大事かなと思うので、まあ、ぜひ今回の動画も一つを参考にしながら冬のセールを楽しんでいただきたいなと思っています これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、まあ、今回のようなリアルタイムのセールの情報に関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で細かく解説をしています。こちらの方では週に3から4本ぐらいのオリジナルの動画を出していまして、そのうち1本は皆さんと実際にですね、やり取りをしながらのライブ配信になっているんですね。まあ、そういったものに興味がある方、またベーシックな聞こなしだけではなくて、 ちょっと高めのものですね。ドメスティックブランドだとか、ちょっとエッジの効いたアイテムなんかもどんどん解説をしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、動画をチェックする時間がない方のためにですね、オンラインサロンも開催をしています。そちらの方では、文章と写真ベースでおすすめのアイテムをどんどんですね、シェアしてますので、こちらまた気になる方はチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。